ここは旅人の夢とかそういう意味かな。多分、わからんけど。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速、夢見え。このまま眠りにつこうかな。眠ります。なんかちょっと、その辺のギャルみたいな感じの格好に。ほい！とある島に到着。今はね、ちょっと、紅葉のとある島らしい。さあ、目を開けてくださいな。いい感じにもみじが散っていらっしゃる。あなたは今、とあるという島の夢を見ていらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それでは、都のとある島をご堪能くださいます。はい、ってことで、これ、はしごかな？おい。牛の骨。これを被っていけと。なるほど。あ、かわいい！え、なんかかわいい。いいね、いいね、これ。え、なんか超良くない？よきよき。あ、これ何？パンフルートと青い風船。風船持っていこうかな。はい、手に持つ。パンフルートの方も気にしつつ。気にしつつ、私はちょっと、風船の方で行きたいと思います。はい、ってことで、うわ、早速詰まった。へい、こっち側は、はい、エイブルシスターズ。この辺のやつは、選択されているけども、商品なんかな？なんか、水通しをしているとかそういう感じ？でもそれはあれか。使う人が自分でするものか？はい、そしてこっちがたぬき商店。なんかすごい不思議な模様やね。めっちゃなんか不思議な感じの模様が屋根に。お、そしてかぼちゃが。いいね、なんか池にハスの葉っぱが浮いとるっていうのめっちゃいい感じじゃない？ハスの葉っぱっていうかハスの花？ハスの花ってどれ？花の部分がよくわからんねえけど、ハスの花って赤かったんやっけ？あれは？あれ、何の花？ハスじゃないかもしれないと今ちょっと思った。あ、かわいいこれ。めっちゃかわいくない？とあるって書いてる。すごいなんかシンプルな感じで良き。めっちゃ良き。あ、ほらほらほら。ここにも使われとるよ、とある。いいっすね。あ、かわいい。あれ、何？顔が書いてあるよ、顔が。あれ、店員さんってことやね。なるほど。ココナッツジュースをくださいな。ココナッツジュース。あ、そして上はこれ通路やんね。すごい。ちゃんとこうやって池とかもあって。あ、いいね。なんか池にこういう石があるとかっていいね。そうね、私もああいう石とかいっぱいあるんだけども、庭石が。全然使えてないというね。あ、すごい、いっぱいなんか、ね、めっちゃ道が広がっとる。そしてほら。ここが博物館。ん？あっちはジャンプして渡っていく感じかな。あ、こっちも行ける？あ、見て、あんなところに金のバラが。みんななんか結構金のバラひっそり植えとる人が多いんかな。なぜ？隠し金バラみたいな感じなん？みんな。私は一個もできてないけども。あ、どうも。アーシンド。ん？くせ者？そのぼーっとした顔を見る限り敵じゃなさそうだな。ゆっくり遊んでくってくれ。んだんだ。君の方がぼーっとした感じの顔をしているじゃないか。なんてことを言うんだい。庭先で読書が楽しめるとここは。ほうほうほう。良きっすな。はい、そして、あ、君のお家はここかい？なんかめっちゃ和風な感じがする。これ緑のやつが、あ、てかこれ風で揺れるんや、かぼちゃのランプ。ランプよね、これ。よね。そしてこれは？これ何？かぼちゃ？かぼちゃかな？成長段階、途中ってこんな感じなんや。
全然私途中見てないけん知らんのよね。正直見てないけん知らんのよね。君は何をうろうろとしているんだね。この辺はもう住宅街ということなんやね。ほうほう。なんかこういうところに木の枝が一個落ちとるっていうのが、ちょっと新鮮な感じがする。みんなすごいピシーって綺麗にやっとるやん。これヒイラギのやつよね。そっか、そろそろそういう季節がやってくるのか。ね、クリスマスっていう感じじゃない?ヒイラギの葉っぱって。あ、そしてここ。いいね、このなんかひっそりとした読書スペース。ここはカフェということでよろしいのかな?なんかすごいひっそりとした小さいカフェ?ブックカフェ?よき。よきよき。え、あれ何?見てこれ、めっちゃなんか、すごい根付いとる。そしてなんかね、周りには、謎の石板が。え?根付いてるというわけではないの?この辺にもなんかいっぱい。ひえ。なんだか私は遺跡に迷い込んでしまったような気がする。すごいな、そういうのもなんかね、表現できるってすごいっすね。うおー、びっくりした。飛んだ飛んだ。なんかめっちゃいろんな美術品が。ふう、こっちにも飛んでこれた。あ、でもここからは動けないのね。なるほど、なるほど。あ、てかこれ。普通に地続きでいけたわ。あ、すごい、なんかあれ、え、これ崖もマイデザで。え、すごい。え、ちょっと待って、ちょっと待って、これ。え、すごくない？え、ちょっとこっちから見たらあれやな。こっちから見たら、ほら見て。なんか崖に橋がかかっとるっていう感じに見せとる。すご。へえ。ね、こっちから見たらまたちょっと違う感じに見えるもんね。え、すげえ。そういうのきっちりきっちり描けるって。え、てかさ、これ、これは?これは、空に浮いているということか、島が。え、そういうことよね、きっと。すごい!空飛ぶ島や。ラピュタやん、ラピュタ。え、素晴らしすぎるんですけども。へぇー。演出がやばいな。え?ここは案内所?戻ってきてしまった。なに?この青いケーキ。青いケーキとかなんか斬新な。ほらほらほら浮いとる。あ、落ちる。落ちる。すごいね、これ。へぇ、ちょっと危険やけん。この柵より向こう側に行っちゃいかんやん。ほら浮いてるよ、ここ。とある島浮いてるよ。すげぇ。ふわー、かっこいい。超かっこいい。ん?そしてここは、何?クラゲがいっぱいいる。あ、クラゲだけじゃなかった。なんかいっぱいいた。ね、魚とか。和風系の住人が多いんかな?この島は。あ、なるほどね。こういうか、てか、集まりになってからさ、マネキン消えたね。マネキン。あれで結構さ、人を表現する人が多かったけど、そういえば今回ないんだな。ここは一体、ここは一応銀河鉄道駅っていうことやけん。え ?39? ?39? メーテルとかやってくるかな?もう一人男の子誰やっけ?鉄郎やったっけ?正直私見たことないけんよくわかってないんやけど、メーテル美人よね。っていうことだけは思うよ。それは思うよ。あれってさ、狼のお乳飲みよるってこと?あ、人、第一島人発見。これ何?バーオープンの上になんか貼ってある。スープ?スープって書いとんかな?え、違う? I'm here. 私はここです。わかります。わかり、なんか顔色悪くない?どういう感じなんだろうか。人外なんかな。
なんかこういうところで見て、なんか水に囲まれた場所でお風呂を楽しむ。え、これは一体どういう、ちょっと待って、感じなんやろ。だってこれってさ、え？これってさ、空の上なわけやん。でもここにこういう風に置いとるってことはなんか意味があるんかな。何かしら意味があるんかな。これは空に寝転、空に浮いてる感じ。なんかうつ伏せとかでそういう感じやったらね、もっといい感じに見えそう。一応ここはリラクシングビーチということで、まあ、バーなくしてスープ始めましたと。いいね、スープ始めました。で、ここが、パーティーサイト。あ、そこに DJ。なるほどね。リゾートって書いてる。あ、これ、とある島のマーク、かっこいい。ほら、T と A と L が組み合わさっとるよ。とあるリゾートということっすね。素晴らしいじゃないっすか。そして、あ、ここも、バーは全体的になくなったの？全体的になくなってスープを始めているの？なんかすごい平和な感じで良きだと思う。あ、そしてここが、リゾートホテルへの入り口。ここがあれかな？ビーナスの庭。ほら、ここがビーナスの庭。いいね、綺麗。リゾート地のお庭よ。はい、そして、こうやって上に上がっていったら、あ、すごい、これにも。とあるリゾート。なんか、ああいうね、オリジナルのマークとかいいよね。ここ受付っていうことかな。プレゼント、なんか入っとんかな。なんだなんだ？ん、置いた。私は何回このミスを繰り返すのかしら。スリッパ。なるほどね。まあ、スリッパを履いて、ここに入ってくると。すごいなぁ。ね、私、建物があるんかと思ったら、すごい開放的な感じやった。土地を利用してっていう感じなんやね。ほうほうほう。え、てか、前デザめちゃくちゃ細かくない？すごい思ったんやけど。ここでゆったりと、ココナッツジュースを、楽しむわけですね。なんかこんなところに、え、見てあれ。どうした？めっちゃなんか、プライベートスペースが。これは？なん、DJ ブースがあんなところにあるの？そういうことですか？そして、いいね、リゾート。南国っていう感じがする。めっちゃ南国っていう感じがするよ。あ、和風だけじゃなかった。ねえ、リリーちゃんやろ、君。どこ行った？どうも。あら、もしかしてお客様ですか？ちょっと寝起きのぼんやりした頭で何もおもてなしできませんが、ぜひ楽しんでいってくださいね。ワオン。ワオン、かわいい。ん？そしてなんかこの、ひっそりとした感じの。あ、なんか上に美術品とか置いてあるやん。ほら、ここをと、あ、こっちにもなんか行けるぞ。おー。ちょっとうっそうとした場所を通って、通れねえ。通って、やってきたこの場所を、ここはね、夢見の館。ま、魔女の家らしいです。これがその魔女ってことかな？この服。なんかちょっと埴輪の顔みたいに見える。ちょっとお邪魔します。うわぁ！すごい不気味。超不気味。この下の前で座はさ、なんかすごいめっちゃ光っとるように見えることない？すご。え、これは、あ、この光によってそういう感じに見えるんや。え、すごいね、なんか。ほんとになんか、元からこういう感じのものがあるみたいな。すごー。ほい、左の部屋へ。ふわー。
全体的にすごく、なんかめっちゃ眩しいんですけど。あ、なるほどね。そういうこと。あ、これが光り輝いてるように見せとるわけやね。か？か？この裏とか別に何もないよね。うんうんうん。ホラー村じゃないんやけん、ないよね、別に。はい、そして奥の部屋へ。誰のお墓なの？え？誰のお墓なの？小人たちがいっぱいいるけども。リンゴ。白雪姫のお墓？死んじゃったんすか？王子様は？え、王子様は？間に合わんかったんかな？あ、で、夢見の館やけんね、この夢見のベッドが。こっち側には、こっちから行くんかな？あ、行ける行ける。はい、そして右側の部屋は。ん？なんか急激に。綺麗！いいね、こういう眺めの中、お風呂に。ちょっと、骸骨に見守られながらっていうのはちょっと嫌やけど、ちょっと不気味やけど、そう、個人的にはお風呂は明るい場所で入りたいけども、私暗い場所結構苦手なんよね。まあ、でも電気は消して寝れるようになったけど。はい、そして2階へ。お、2階はちょっと現実的な感じ？現実的なんかな？わからん。なんだか仮面が。不気味な仮面。なんかああいう不気味な感じの仮面見よったらあれよね。ゼルダのムジラの仮面を思い出すよね。やったことないけど。そして、地下へ。お、きっとここになんかすごく重大なことが書かれているんだな。これもなんか書けたらいいのにね。それは無理か。これってなんなん？開くん？びっくりした。揺れた。なんか上の部分がゴゴゴゴゴって感じで開くんかと思った。何か宝が眠ってそうな感じするね。これ自体が宝なんかな？ほい、お邪魔しましたー。絶対こんなとこね、入ったら最後、無事では出られないような気がするわ。ね。絶対帰れんやろ、ちゃんと。お？なんかどこかしらに。あ。にゃー。出られないのか。表から回るしかないんかな。いけるんかと思った、ちょっと。いけんかったわ。お。じゃーん。アップルビアー。何これ、誰が話すの？なんかちょっと誰か歌いに来たりとかするんかな。一応ここアップルビアフェスタ開催中。アップルビアって何？要はビアガーデンみたいな感じ？リンゴを食べながらビールを楽しむみたいな。いいね、いいね。ビアガーデンでビール飲んだことないけど。え、ビアってビールよね？違う？お酒全般じゃないよね、別に。ん？なんだかまた不思議な。あ、ここが博物館なわけやろ。で、博物館のね、お、飛んだ。博物館の、ちょっと待って、裏側に行きたいんだけども、あれか。はしごが必要になるのか。裏から登ればいいんかな。一応この博物館の裏側に、う、ん、もしやこれは、びっくりした、下がれんのかと思った。博物館の裏側に回ると、はい、じゃーん、ここになんと風太くんのお部屋が。いいね、このひっそりした秘密基地みたいな感じ。ここがふうたの部屋、真のくつろぎを求めて。いや、いいっすわ。やっぱこう、人目につかない場所で、ゆったりゆったりと。どっから入るんやろ。裏口みたいなんがあるんかな、博物館。
これもしかして、もみじもあれか、網ですくっていくような感じなんかな、ここは。ね、あ、ここ来たところやんね。ここはやってきたところだわ。で、ここがあれやろ？アップルビアやろ？んで、ここ上がれる？上がれねえ。上がれ、あ、こっから上がれるんじゃない？あ。こっちなんかあるんかな？ん？ここは？なんでここ渡れんの？あ、なんか家具があるんか。なるほど、なるほど。そういうことね。待って、ここ別の場所からかな。こっちくるーっと回ってって、この辺はさっきね通った住宅地、住宅街。あ、こっちの方行ってないんか。あ、じゃあここがあれか。ここで空飛ぶ島ということを発見した。は、ん？降りさせて、え、どこから降りられるんだいこれは。あ、降りれた。降りられた、降りられた。これで、あ、こっちからも普通に来れた？かわいい。いいよね、ああいう木の実とかのツリー。最近はね、ちょっとあのクリスマスが近いけん、普通の、ごくごく普通のツリーがいろんな場所で見かけられるけども。お、ここは？ここは何スペースだい？なんか向こうはね、DJ ブースみたいなのが置いてあったけど。で、ここはなんかちょっとくつろげる場所が。おっと？は。あれ？通れないですけど。え？通れないんですけど。どういうこと？あ、通れた。びっくりした。あ、これ上上がれるんじゃない？あ、これさっきのところか、上。あの、いろんな、石碑みたいなのがいっぱいあるところやんね。そういうことですね。一応なんかあの上は、崩壊の進む古墳、らしい。え、崩壊してしまってるのか。どうにかして再生できないものかしら。そしてこっちの方。びっくりした。めっちゃびっくりした。心臓に悪い。超心臓に悪い。どうも。あ、ちょっとちょっとちょっと。もしかして君が魔女？ Here is a なんて読むんだい？トランシェントドリーム。Here is a transient dream。 ここは？旅人の夢？とかそういう意味かな。多分、わからんけど。あ、ここ来たところ？これそうやんね。かぼちゃの成長過程みたいなこと言ったもんね。いいな、モノクルかっこいい。いいね、いいね。こういうの置いとるところはやっぱりちょっと意味があったりとかするんかな。は。降りられなかったわ。そこから降りていくんかと思ったけど、何も関係なかったわ。ここはなんか家っぽいね。お邪魔します。お、なんかいいね。基本的に、外もそうやったけど、え、これ何？家の中、水が。え、なんか、ねえ、四方に水があるんだけど、え、すごい、なんか、斬新。ねえ、なんか、青を基調とした感じなんやなと思ったけど、直接的に水があったわ。そして、魚も泳いでいるという。え、これキッチン？へえ。はい、それじゃあ、左の部屋へ。ほら、これも、周りは水。そして、ここで、まあ、寝て、休む。あ、こういう感じの写真の配置の仕方めっちゃ好き、わかる？これ、
なんかこういう壁で、こういう風に写真配置しとるみたいなのってさ、なんか海外ドラマみたいなのでない？え、ないかな？なんかそういうイメージなんやけど、勝手に。はい、そして、奥の部屋へ。お、奥は、露天風呂？花火が。何この曲、聞いたことない気がする。ねえ、なんか初めて聞いたような気がするんやけど。何の曲なんやろ？かわいい。ねえ、なんかすごいかわいい。はい、そして、右の部屋へ。全部の部屋水で囲まれとんかな？お。あ、ここは、水ないね。パソコンとか機械物があるけんかな？そういうこと？なんでしょうか。結構水とか魚とかが好きなんかな？怪しげな部屋だな。何が入ってるんだ？あのドラム缶。はい、そして2階へ。あ、2階急になんかめっちゃ、え？二人で暮らしてるの？ここ。なるほど。え、なんか、こっちの子どうしたの？目覚まし時計、なんかここにもさ、時計あるやんか。これ元々のやつやろうけど。なんかこっちの子さ、時計四つもあるんやけど、めっちゃお寝坊さんなんかな。朝超弱いとか。起きられんって感じ。こっちの子はこっちの子でなんかめっちゃ、靴下散らかしまくっとんやけど。今時の子別に散らかさんか。これ男の子と女の子なんかな？ねえ、こっちちょっと男の子っぽいよね。機械いじりみたいなのしてるし。でもなんか賞もらっとるよ。すごい。で、こっちなんか女の子って感じやん。アクセサリーとかいろいろ置いてあって。加湿器も。うん、うん、うん。誰の家なんやろ、ここ。ね、急激な生活感って感じ。はい、そして、地下へ。お、おしゃれ！え、めっちゃおしゃれ！いいね、いいね。ん？サウナ行きたい。サウナ行きたい。私、サウナ逆にさ、小さい頃以来行ったことないんやけど。あ、ここがサウナで、こっちが水風呂っていうことか。なるほど、なるほど。そういうことね。あ、暑そう。いや、でも今の季節やったら全然いける。あ、ちなみにさっきの2階の部屋は、しずえさんとケントくんの部屋らしいです。なるほどね。しずえさん靴下めっちゃ散らかすやん。まあ、でもあれか、オープニング、ん？母の手作りケーキ？こんなところに。オープニング始まってすぐの時に静江さんなんか、ソファーの裏から靴下が、みたいな話とかしよるけん。そのイメージでかな。そういうことかもしれん。これ何？はしご。あ、めっちゃ綺麗、ここ。見て見て。ここは、腰の丘。え、めっちゃ綺麗なんやけど。え、超可愛くない？ここ。いいね、いいね。ほら。これ多分、下の地面とかもさ、星の砂とか星屑みたいな感じなんじゃない？これ何？ほら、なんか、池というか水たまりというか、あれもなんか、星型やし。シャボン玉や！なるほど、ここでね。へぇー。いいね、いいね。これパチパチ消えるんかな？消えんかった。消えんかった。いいっすね。この丘めっちゃ好き、私。ね。超いいわ。そしてま、ここが星の丘なんだけども、ちょ、通らして。こっち側。こっち側は、隕石によるクレーターが、めっちゃ浮いとるやん、石。ね、超浮いとるやん。そして、
まあ、その星関係ということでね。はい、ここがあれ登れない。はい、ここがふうこちゃんのデスク。ここでなんかきっといろいろとね、星の研究をやってたりとか、ふうこちゃん研究しようかな。星の観察をしたりとかしようんじゃないかなと。ほら、ここがクレーターよ、クレーター。そしてさらにこっちの方に、あ、すごい。こっちの方、こっちはね、あの休憩しうる場所かなって思ったけど、一応採石、鉱石採掘の場所らしい。なんかあの奥に、あ、ここで星の観測するんかな。ね、この周り全体的にそんな感じがする。は。は。この一帯全部、ふうこちゃんがすごい喜ぶスペースやね。よきよき。なんか、ふうこちゃんと、ふうたくん、二人ともが喜ぶちょっとした小さいスペースがあったね。じゃあ私、あっちの浜辺の方に出たいんですが、どうやったらいけるんですかね。あ、こっから降りられる、もしかして。あれ？あ、降りれる、降りれる。イエーイ。あ、なんだかすごく、ドラクエビルダーズを彷彿とさせる、この壁。壁で囲まれたこの空間。わかる？わかる？いいっすね、ベッドルーム。よき。そしてまあ、こっちの方。ビーチが広がっていると。あ、なんかめっちゃ絵になるやん、アポロ。超いいっすね、今の。で、ここで、景色の絵を描いていると。ね、なんかこの場所におるアポロめっちゃ映えてなかった、今。ね、超映えとったよね。いいね、いいね。そして、こっちの方にやってくると、ん？はい、こっちの方にやってくると、ここが、お花畑。超綺麗。いいね、この、水と、花のバランス。めちゃくちゃいいね。こっちの下の方、ここに、キャンプサイトが、はい。ここにキャンプサイトがね、広がっていると。めっちゃなんか、どこから音が聞こえてくる。なんかあの魚影めっちゃでかくない？え、超でかくない？うわ、超釣りたい。あ、これか！この音か！すごいなんか工事現場みたいな音が聞こえると思ったら。何事かと思ったよ。はい、ということで、まあ、ぐるっと、周り置いたかな、これで。いやー、いいな。私、あれだわ、星の丘めっちゃ好きやったわ。雪だったわ。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか自分の島オリジナルのマークみたいなの、なんかめっちゃかっこいい。超かっこいいと思った。そういうのいいね。